もしあの旅人も時間がなかったらどうしよう。あんな面倒ごとを勝手に引き受ける君が悪いのよ。あら、でも運がいいわね。救世主のお出ましだよ。え？本当だ。旅人、来てくださったんですね。これが噂をすればってやつね、暇人さん。所長。旅人と比べれば所長の方が暇人じゃないですか。いいえ、私はとても忙しいの。一日中ここに立っているから大変なのよ。どんなに引き受けたくない依頼だとしても、その言い訳はあまりにも適当すぎますよ。そうです、それが旅人にわざわざ来ていただいた理由なんです。詳しく説明させてください。最近天領奉行の重要人物が失踪したのですが、全く行方が分からず連絡できる手段もないのです。ですが諸藩の事情により天領奉行が大々的に捜索するのは不都合ということで、この人物の捜索を内密に私たちに託したのです。その人物の名は九条沙羅よ。大将である彼女がいなくなったの。もし実際にあの大将が行方不明なら、稲妻全土を徹底的に捜査するべきですし、私たちだけに依頼するわけがないでしょう。旅人、所長の冗談は無視してください。失踪者の名前は鹿の院平蔵というんです。彼は奉行所の特別探偵で、階級はただの同心なのですが、その実力は侮れず奉行所からも高く評価されています。あら、私以上の実力者なのかしら。所長、手助けは望んでいませんから、せめて邪魔しないでくださいよ。旅人、申し訳ないのですが、私はこの依頼を引き受けたものの、見ての通り所長は手伝いたくないようで。どっちも不正解、0点よ。正直あのガキとは関わりたくないのよ。それが手伝いたくない理由、もし鹿の院が行方不明よりも喜ばしいことがあるとすれば、鹿の院が100年間行方不明、これしかないわ。つまり珊瑚所長と平蔵さんは過去のことでちょっと不仲でして。それが実際はそういうことよりも深刻でして、平蔵さんは真実の聖域に向かうための足かせになると所長は言っていました。あんなやつただの犬っころだわ。はあ、平蔵さんはなんていうかとても個性的で、でも間違いなくいい人です。昔はいろいろと教えてくれたりもして、だから所長に助ける気がなくとも私は無視するわけにいきません。少なくとも依頼を信頼できる人物、例えば旅人のような凄腕の人に任せたいのです。え、そんなことないですよ。そのもちろん天領奉行からの報酬は全て差し上げますし、私個人からも少しお渡しします。ですからどうかこの依頼を引き受けてほしいのです。もし平蔵さんが事件に巻き込まれているとしても、あなたがいれば安心ですから。実はとっても仲がいいんです。ただ珊瑚所長からは彼とは距離を置くよう言われていて、公の場で親しげに振る舞うことは許されていません。だから人に聞かれた時は平蔵さんとは何度かお会いしているとしか答えないんです。今日だってこの件がなければ。話はこれくらいにしておきましょう。その彼を探してきてくださいませんか。はい、私が伝えられる情報はこれくらいです。奉行所の依頼書をお渡ししますので、平蔵さんを見つけたら直接奉行所にご報告願います。ん？まだ出発しないの？もしかして気が変わった？行かない方がいいよ、あいつと関わるのは賢明じゃないから。もし彼が永遠に消えてくれればとっても喜ぶわ。そんな目で見ないでよ。気に食わない人ぐらい誰にだっているでしょ。とにかく
早めに出た方がいいわ。鹿の院が大事件を起こさないうちにね。そうだ、もし偶然奴の遺品を見つけたりしたら絶対私に教えて喜ばせてね。旅人、早めに出発してくださいね。平蔵さんが危険に遭っていないことを祈ります。平蔵さんですか？活力に満ちた人ですよ。おしゃべり好きで、明るくてとても元気で、前向きに突き進む姿しか見たことがありません。所長はいつも彼のことをブンブン飛ぶハエのようだと言っていました。きっと卵の割れ目を見つけるハエのように目ざとく、小さな痕跡を正確に見つけることができるからでしょう。つまり平蔵さんは普通のハエじゃなく、天才的なハエなのかもしれませんね。たとえ嗅覚や視覚、そして聴覚を遮ったとしても、卵の割れ目をちゃんと見つけられるでしょう。不思議ですよね。まるで五感以外の第六感を頼りにしているようです。感？それとも神の救いの手？それとも他の何か？またの機会にしましょう。所長がこっちを睨んでいるので。君はメカジキ二番隊の隊長。俺は柴田、ここの見張りを任されたんだ。何かご用かい、隊長？あの探偵の兄ちゃん、鹿の院平蔵って名だったのか。知ってるよ。前はこの辺りをよくうろうろしてた。当時三五宮様は、彼が何か悪いことをするつもりじゃないかと俺に監視させたんだ。だが彼はなんというか旅をしてるようでな。そういえば最近も三五宮の東側で見かけたやつがいるらしいぞ。必要ならそっちを探してみたらどうだ。宇宙のお兄さんたち、僕は旅行に来たただの貧乏人だ。何も持ってないんだから早く解放してよ。黙れ、おとなしくしてろ。砕けて。ここまで。よっよっ、やはりダメだった。よっよっ、奪ってやる。装甲の恩、わめきなさい。よっ、それよっ、目には目を。おやおや、君は何者だい？あっという間にこいつらを乗した勇猛なその姿、誰かと思いきや名高い旅人だったか。本当にありがとう。もちろん君のことは君が稲妻に来る前から知っていたよ。鎖国令は国を封鎖したけど、旅人の不思議な物語までは封じられない。小さな伝説たちはまるで足の生えた書類みたいに毎日一斉に僕の机に登ってくるんだ。手元の仕事が終わったら君と会ってみようってずっと考えてたんだけど、まさかそっちから来てくれるなんてね。あ、はしゃぎすぎて自己紹介を忘れちゃってた。天領奉行特別探偵
鹿の院平蔵だ。異教の旅人、よろしくね。テイワットでの旅を思う存分楽しんで。おっと、つまり今回は僕が物語の主人公になるんだね。君はいろんな人から依頼を受けてたくさんの手助けをしてると聞いたけど、今回は僕の番か。面白いね。そんなこととっくに知ってるよ。君がここに来たのも偶然じゃない。小説のように主人公である二人が偶然にも渡積島への旅を選び、そして運命的な出会いが訪れる展開とか。異教から来た旅人は弱くて無力な探偵を凶悪なノブシチューたちの手から救い出すとか。うわぁ、なんてロマンチックなんだ。でも残念、探偵は偶然を信じないんだよね。ズバリ、君は奉行所からの依頼で来たんでしょ。僕は探偵だよ。どうしてわかったか当ててみる。どうやら君は探偵という職業に非現実的な妄想を抱えているみたいだね。君のその賢くない手下は何を持ってるの？奉行所の依頼書？なんだよ、おいらはただ見てただけだ。って、誰が賢くない手下だよ。おいらはこいつが危険な目に遭わないか心配で助けに来たんだぞ。お前ら、おいらをその目で見るなよ。おいらもしかして現れちゃいけないのか？僕にも見せてよ。ビーだ。こいつはいいけど、お前には見せないぞ。そんなケチらなくてもいいだろ。何しろ初めて神の口を見るから興味津々でさ。神の口？なんだそりゃ。神の目が外付けの魔力器官であるように、神の口は外付けの発生器官だ。彼は口数が少ないから、きっとよく喋る君が彼の神の口なんだろうね。なんだよそれ、非常食よりもダサいじゃないか。おいらは口なんかじゃない、非常食だ。じゃなくて、いやもう、お前ほっムカつくな。オイラパイモン、よくもそんなひどいあだ名を。せっかく助けに来てやったのに、自分で檻の扉を開けて出てくるなんて。ノブ師匠に捕まったのは嘘だったんだな。ずるいぞ。早く言えよ、お前一体何考えてるんだ。神の口になりたくないなら口数を減らした方がいいよ。そうだね、だいぶ前のことだから戦争の頃まで遡って説明しないと。当時の天領奉行当主九条高之から三五宮の軍事情報を調査するようにって密かに指示されたんだよ。でもあの人のことはずっと前から気に食わなかったから、今回の任務を機に旅行しに来たんだ。公費だし渡積島は綺麗だって聞いたからね。任務に関しては適当に報告すればいい。そうして渡積島に足を踏み入れた初日の夜に夢を見たんだ。夢の内容はただ一つ、地底から響いて繰り返し僕の耳に届いた。こんな感じで。この島には何か大切なものが欠けている。不思議でしょ、島の大切なものが欠けたなんて。突然蒸発しちゃったのかな。一体何のことだろう。おいしいものに決まってるぞ。渡積島では作物が育たないから、きっとおいしいものが欠けてるんだ。へえ、おいしいものかい。君はどう？一番に思いついたのは？
大蛇のこと？まあ面白い答えではあるけど、雷神様はこの場所を見捨てたわけじゃない。しかも不思議なことに、ここを離れると夢を見なくなる。本当にただの夢だったんだろうかと、僕はますます興味が湧いた。夢は神々が差し伸べる救いの手だっていう人がいる。いい解釈だと思わない？でも僕からすれば、夢と神々は無関係さ。夢っていうのは実は人の直感によるものなんだ。僕の勘が教えてくれた。この島の何か大切なものがシュンって突然蒸発したってね。それで僕はこの依頼を引き受けることにした。調査すれば何か不思議な発見がある、そんな予感がしたからね。でも残念ながらまだほとんど進展がないんだ。それはわからない。僕はただこいつらの行動が不審だったから後を追うために捕まったふりをしたんだ。そこで君が現れた。気にしないで、自分を責めなくていい。こいつらはただの雑魚さ。僕にとっては君の到来の方がよっぽど大事なんだよ。君なら答えに導いてくれる予感がする。そうだ、僕の相棒にならない？一緒にこの謎を解いてみようよ。もちろんそれもわかっているよ。でも一つ聞くけど、奉行所は僕に何をしてほしいんだい？だったら大したことじゃないよ。どうせつまらない仕事がたまって人手不足になったから僕を思い出しただけだろう。せっかくここに来たんだから、一緒にこの謎を解き明かそうよ。全部終わったら奉行所に帰るもよし、他の場所に行くもよし、全部君の言う通りにするから、どうだい？君は気配りができる人だね。いい相棒になること間違いなしだよ。じゃあ早速始めようか。まずは拠点を捜索して手がかりがないか調べよう。このピカピカしてるのってサンゴ真珠だよな。え、中身は消化骨髄じゃないのか？どう、何か見つかった？僕の方も似たような結果で、結構な量だ。これって結構高いんだろ？この島に欠けてたものはきっとこのお宝たちだぞ。全部ノブシシュウに盗まれてたんだ。これはノブシシュウに盗めるような代物じゃないよ。え、じゃあ一体どこから来たんだよ。まさか自分たちで掘り出したんじゃないよな。それもないね。消化骨髄は武器精錬のための希少材料だし、サンゴ真珠は貴重なお宝なんだ。土地が痩せているせいで渡積島の経済状況はお世辞にも良いとは言えない。貿易もこれらの資源に依存している。だから何があってもノブシシュウなんかには渡せない。これほどの量だから正体を襲って奪った可能性の方が高いだろうね。サンゴの宮で聞けば最近正体が襲われたことがあるかどうかわかるんだけど。君なら力になってくれると思ってたよ。へへん、当たり前だろ。誰の仲間だと思ってるんだ。隊長、探偵の兄ちゃんを見つけたのか。こんなに美しい渡積島を離れたくなかったんだよ。
悪いことさえしないなら好きなだけここにいてくれていいぞ。三五宮様のおっしゃるように友好的な客なら誰でも大歓迎だ。正体が窃盗に？俺が知る限りはないけど、最近三五宮様は経済を活性化させるために貿易路の開拓や独自の正体編成なんかの活動をされている。彼らを守るために軍隊からも兵士が派遣されたから、今や道は非常に安全で盗難や強盗は起きないと思うぞ。おかしい。だったらどうやってノブシューたちの手に渡ったんだ？え？出所不明の品があるのか？しかもサンゴ真珠と消化骨髄だぞ。ここのものに決まってる。まさか報告されていない盗難があるのか？そんなはずは。そうだな、トドロキさんに直接聞きに行ったらどうだ。彼は正体の隊長なんだが、夜は村で品物を準備している。事件が起きたならきっと知っているはずだ。ありがとう、とても有益な情報だ。早速行ってみようか。おお、久しぶりだな。お前がいない間ちょっと寂しかったぞ。どうして来るって教えてくれなかったんだ？あ、五郎様。柴田、俺は旅人と話したいからちょっと先に行っててくれ。了解しました、五郎様。さっき正体の盗難事件について聞いたんだけど。そうだぞ、オイラたちノブシシュウたちのところで渡墨島の特産品をたくさん見つけたんだ。なるほど、だから心当たりのある事件がなかったか聞きに来たんだな。恥ずかしながら正体の盗難事件は確かに起きたことがある。それも何度もな。兵力を上げて警備に当たったんだが、犯人を逃がしてしまって。それが表に出てしまうと他の正体が士気をなくしてしまうかもしれないから、公にせず情報を小範囲に抑えてるんだね。その通り。まさか平蔵さんが渡墨島の事件にこれほどの関心を持っておられるとは。探偵だからちょっと興味がね。え、お前たち知り合いだったのか？実際に会ったことはなかったが、兵士の報告で聞いていた。おっと、僕の方こそ渡墨島に来てこんなに経つのにずっと挨拶もせず悪かったよ。天領奉行の鹿の院平蔵だ。これからもよろしく。いや、こちらこそ品物を回収してくれてありがとう。旅の途中で偶然手に入れたんだ、大したことないよ。でもやっぱり問題の根源を解決しないと、こういう事件がこれからも起きるかもしれないよ。もちろん、俺たちはまず被害を受けた正体をなだめ、そして悪党たちの情報調査を手配した。結果、奪われた品物は全て実は万国商会の五道という商人の手に渡っていたことが分かった。おかしい事態だ。この五道の背後にはもっと大きな動きがあり、その標的は渡墨島の貴重な資源に他ならないと思われる。だがこれ以上のことを調べるのは難しい。なぜなら万国商会は君たちの管轄外、離島にあるから思い通りには手を出せないだろ。かなり小賢しい相手だね。さすが平蔵さん、素晴らしい判断だ。そして五郎大将がこうやって話してくれるのは、僕たちにこの事件の根源を調べてほしいからでしょ。また一歩先を読まれてしまったな。確かにそのつもりだ。もちろん高価な報酬も用意してある。戦争が終わったばかりの今、渡墨島の発展の中心は商業であり、貿易路の安全は最優先事項だ。失敗は許されない。平蔵さん、渡墨島の力になってくれないか？僕はいいよ。それよりも彼の意見を聞いたら？よかった。平蔵さんと旅人が手を組めば、解決しない事件はないだろう。じゃあ、この件は二人に任せた。俺はここで朗報を待ってる。うんうん、任せて。旅人、まずはどう動くか相談しよう。
離島に行くときは気をつけろよ。予期せぬ危険に遭遇したときはとりあえず退却してくれ。身の安全の方が大事だからな。それっ、視界が開けたわね。わざわざこっちに来たのは五郎に隠れて内緒話するためか。たまには賢い時もあるんだね。さて、二人は直感ってものを信じるかい？なんでいきなりそんなこと聞くんだ？あの五郎っていう大将が嘘をついてるように見えるからさ。え？そんな、今日はやけに真面目だなとは思ったけど。でも五郎はいいやつだぞ。いい人でもたまには嘘をつくんだ。特に隠したいことがあるときはね。そうだね、ズバリ偶然だよ。彼は折りよく現れすぎた。僕は渡積島にずっと滞在していて、三五宮の兵士に見張られ続けてきたけど、五郎大将は一度も姿を現したことがなかった。でも今日は出てきて僕たちと会い、事件の調査依頼までしてきた。それなら旅人がいるからじゃないか。五郎はこいつのことすごいって思ってるからな。そうかい。それならなおさらおかしいよ。この事件の後ろに大きな勢力がいて、外の力に頼らざるを得ないのなら、今日と言わずもっと前もって行動すべきだろう。ありえそうな解釈はこうだ。僕たちは品物を見つけたことで何らかの秘密に触れてしまった。そして僕たちがそれ以上知ることのないよう彼は出てこざるを得なかったんだ。だから彼は煙幕を張り、間違った方向に誘導した。離島の商人五道を調べたって何の成果も得られないだろうね。まさかそれもお前の推測なのか？実はもっと大きな理由があるんだ。言ったところで信じてもらえるとは思わないけど、なんだか五郎からはあれの匂いがするんだよね。あれの匂い？そう、この島に欠けているものの匂い。え？つまり五郎が泥棒ってことか？五郎が大事なものを盗んだのか？そんなに単純じゃないけど、今はまだはっきり説明できない。これはつまり僕の直感だよ。まあ君の判断を信じるよ。でももう一人を、この場所の本当のリーダーを忘れていないかい？簡単さ。彼らが隠そうとしているものについて調べればいい。五郎と話す前、僕たちは何をしようとしてた？そうだ、正体の隊長に聞き込みをするんだったよな。名前は確か轟さんだ。その通り。善は急げだ。早速その轟さんに話を聞きに行こう。轟さん、商品が届いたから棚卸ししてくれ。おう、今行く。轟、し、声出さないで、こっそりついていくんだ。
トドロキさんの情報は正しかった。俺たちが到着した時、ノブシチューたちはまだ寝ていたぜ。品物も全部回収できた。まさに一網打尽ってやつだ。よし、数えてみよう。うん、問題ない。ご苦労だった。とんでもない。トドロキさんの招待が頑張ってくれたおかげで、村じゃ食料の値が下がったんだぜ。その通り。特に俺たちみたいなよく負傷する連中は、戦争の後遺症がこんなにひどいとは思わなかった。幸い、トドロキさんが持ち帰ってきてくれた薬のおかげで救われてるよ。上からの支援のおかげで状況は良くなってきてるんだ。そうだ、村の在庫状況はどうだ。今夜中に確認してくれ。明日の朝、三五宮で五郎様の許可を得たらすぐに出発するからな。心配ない、リストは整理してある。俺たちと一緒に来てくれ。三五宮の兵士がノブシ州から品物を押収した。でも五郎は、取られた品物は全部万国商会に行ったって言わなかったか。それに明日五郎の許可を得るとも聞こえたね。やっぱり怪しい。これらの押収品も奪われたものじゃなさそうだ。彼らがいない間にどんなものがあるのか確認しておこう。どれどれ、何があるかな。ルリユリだ。消化骨髄とかだとばかり。一体何に使うんだ。この箱、厳重に梱包されているな。中には何が入ってるんだろう。あれ、この花や植物は何だろう。初めて見るぞ。ん、小さな紙切れがある。うわ、これ全部精神だぞ。サンゴ神社かと思った。何か見つかった。精神とルリユリがたくさん。他にも不思議なことに知らない花や植物がいっぱいだぞ。これは薬品の重要な原料で高価なものだよ。もしこれだけの量を離島から輸入するとしたら、はっきり言って恐ろしい値段だ。それに関税払い込み証明書がないから密輸品の可能性が高いね。面白い。ノブッシュはどこでこれを手に入れたんだろう。他に見つかったものはある。一般客向け紹介？離島にそんな紹介があるなんて聞いたことないな。もしその紹介だとしたら、密輸の可能性が大きくなった。初歩的な推測がある。まずは。おい、何者だ。しまった、バレちゃったぞ。え、隊長なのか。なんだ、隊長だったのか。びっくりした。泥棒かと思ったよ。隊長、俺たちのことを覚えてるか。戦争の時、俺とマサシが傷病兵収容所にいた時、鉄平があんたを連れてきて、あんたは薬をくれた。何言ってるんだ。隊長が俺たちを忘れるわけないだろ。隊長、みんな寂しがってたんだぜ。戦争が終わってからずっと会ってないからな。この島に来るとき、隊長は五郎様と三五宮様だけに会っていくだろう。兄弟たちだって会いたかったんだぜ。心配ない、俺たちは絶好調だ。何が絶好調だ。隊長は知らないかもしれないけど、マサシはこの間前線で突然倒れたんだ。興奮しすぎて脳に問題が起きたと医者からは診断されてさ、薬を飲まなかったら認知症になっていたところだったんだ。
俺が倒れたのはお前が矢に撃たれて死んだと聞いて焦ったからだ。後から知ったが、こいつはただお尻に矢が刺さっただけで全然平気だった。平気って気軽に言うなよ。2本も撃たれたんだぞ。それに両方とも左側に命中した。矢尻には毒が塗られてたし、毎日薬を塗っても未だに感知していないんだ。寝る時だって傷口が裂けてしまわないか心配で。ここで立っていられるだけよかったろ。それもそうだ。言い争いはここまでにしよう。隊長、今回は何の用事なんだい？おお、この品物はノブッシュと砲塔団から押収したんだ。トドロキさんから得た情報でな。トドロキさんが教えてくれた場所に行って犯人を一掃し、ついでに品物も押収してこいと言われた。そうだ、隊長はまだトドロキさんを知らないだろ。俺たちは今彼の元で働いてるんだ。少し前に三五宮様が経済活性化のための計画を発表して、トドロキさんを責任者とする招待を結成したんだ。彼は優秀さ。前は農夫だったんだが、今や招待をうまく率いてる。それに二人の息子は俺らの戦友なんだが、五郎様からも表彰されたんだぜ。すごいだろ。それで俺たちみたいに怪我を負った兵士は轟さんの元に移されたんだ。今は轟さんの指示に従い、給料も彼からもらってる。あいつらはこのことをなんて言ってたっけ。転職だよバカ。そうそう、転職。俺はいいことだと思ってるよ。もともと金持ちじゃないし、ここには作物を育てられるような土地もないからな。食料は外から調達する必要がある。戦時中と同じように軍隊を維持するのはなかなか厳しいだろ。なるほど、大体は理解したよ。一つ聞きたいんだけど、その犯人たちは今どこにいるの？この人は隊長の友達だったのか。なら話してもいい。実は犯人を全員捕らえたんだ。今はここからそう遠くないところに拘束している。ただ俺とおまさしは任務があって今夜は都合が悪いんだ。他の人に案内してもらうから少し待ってくれるかな。大体はつかめたから、あとは直接確認するのみだ。早速行こう。まだ少し混乱しているのかい？実は今回の件は以前担当したある事件ととても似てるんだ。金製品の取引の事件なんだけど、手口が古いんだ。犯人はまず路上を徘徊していた通行人をわざと倒して、その隙に通行人の袋に品物をこっそり入れた。品物のありかを知った受け手はその通行人に手出しして袋の中のものを洗いざらい奪い尽くすって寸法さ。通行人は気の毒なことに、最初から最後まで何が起こっているのかわからないまま仲介人になってしまった。仲介人が誰のことだかもう分かったよね。旦那様、許してくれ。俺はただの下っ端なんだ。旦那っていうほど僕も旅人も老けてないんだけど。いえ、若旦那、どうか。まずは質問に答えてもらおうかな。はい、もちろん。兵士たちが君たちの拠点からたくさんの品物を持って行ったけど、地元のものじゃないよね。どこから持ってきたんだい？あれは、全部海辺で拾ったんだ。拾った？奪ったものだ。一から正直に吐いてもらうよ。はい。品物は海辺の小さな商船から奪ったんだ。いや、実際は全部が全部奪ったものってわけじゃない。何しろ商船の見張りは俺たちを見た途端に逃げ出しちまって品物を置き去りにしたんだ。だから俺たちはそれを拾って、だが喜ぶ間もなく兵士たちがやってきて俺たちを捕らえた。まだ品物を手に入れたばかりだったのに捕られるなんざ運が悪い。そして俺たちも捕まったんだ。
つまり正体の護衛は君たちと一戦も交えず逃げたのかい？そんなことありえるの？おそらく怖くて何もできなかったんだろう。無理もない。うちの親分の戦闘力は半端ないんだ。その筋肉を目の前にすれば誰だって怯えるだろう。なんだかうさんくさいな。小さい若旦那、信じてくれよ。俺たちは確かに兵士を怖がらせたかもしれねえが、あいつらが品物を捨てて逃げたんだ。そうだ、他にも覚えてるぞ。あの中には珊瑚真珠と消化骨髄が入ってた。あの光沢と優れた品質、素晴らしかったぜ。だがその後、海賊の一味に取られたのは残念だった。あの日、うちの親分は腹を壊していて負けちまったんだ。不運だったぜ。海賊？そうだ、大きな船から降りてきたジンを率いるやつは眼帯をつけた綺麗な女性でよ。まさかあんな迫力だとは思わなかった。バシバシっと親分を一瞬で倒しやがったんだ。え？眼帯の綺麗な女性？おや、パイモンは誰を思いついたんだい？あ、誰も、おいら何も知らないぞ。じゃあ君は？へえ、そうか。じゃあ君は知らないってことにしておくよ。どうやら僕の推理した通りみたいだ。轟さんは海賊の一味と怪しげな取引をしていて、五郎大将はその隠蔽に手を貸している。そんな。さっき轟さんは明日の朝正体が出発する前に珊瑚宮で五郎の許可を得るって言ったよね。他にも何か怪しいところがなかったか今のうちに考えておこう。明日の朝彼らに直接退出する。その時僕の最後の疑問も解決するといいんだけど。あれだよ、この島に欠けている大事なもの、五郎大将と轟さんから、そして徳田正史からもその剣の匂いがプンプンするんだよね。さてどんな真相か。明日が楽しみだよ。今日は早めに休んでね。明日の朝珊瑚宮で。私とセピル。お前たちは誰だい？轟さん、はじめまして。僕は天領奉行の特別探偵、鹿の院平蔵。長期にわたる巨額の不正取引について君と話がしたいんだ。小僧、無責任なデタラメを言うもんじゃないぞ。もしデタラメじゃなかったらどうする？何をバカなこと言ってる。どっから来たガキだ。うっさろ。確かに轟さんに比べれば僕はまだ子供かもね。轟さんの年ならこの言葉を知ってるはずだよね。はかりに乗せず100貫以下、乗せてしまえば500貫。轟さんの品物もはかりで測ってみない？お前どういう意味だ？別に何にも。ただ轟さんの口から僕たちがすでに知っている真実を聞きたいだけだよ。誰か、こいつらを捕まえろ！轟さん、どうした？誰だ、この珊瑚宮で勝手をする奴は。え、隊長？どうしてここに？このコソ泥どもが渡墨島の機密を盗もうとしてやがる。早くとっ捕まえろ！いや、何か誤解があるんじゃないか、轟さんよ。この人は俺たちメカジキ2番隊の隊長だ。味方だよ。五郎様が言ったことを忘れたのか？
貿易の活性化は渡辺島の一大計画だ。それにお前らは俺の手下、俺の命令は軍の命令と同格だぞ。隊長がなんだ、軍の命令に従えないのか。そんな、どうしよう。まだやらねえのか。上等だ、お前らがやらないならこの俺が。戦闘は避けたかったんだけどな、実に残念だ。待て、みんな手を出すな。五郎様、来てくれましたか。旅人、平蔵さん、本当のことを言わずすまなかった。トドロキさん、旅人は渡辺島の恩人だ。彼がいなければ渡辺島は今のような平和を取り戻すことができなかった。だから彼との戦闘は避けてほしい。なぜ五郎様までそんなことを。今日こいつらを逃がしたら明日幕府からの罪を問われるかもしれないんだぞ。幕府がその気になれば隠すなんてほぼできやしない。トドロキさんが幕府に連れ去られることは必ず阻止する。はあ、もう自分も人も騙すことはやめよう。もし俺が牢屋に入ることで解決するなら今すぐにでも天領奉行に行って自首したいよ。だが俺たちの品物はどうするつもりだ。守れるのか。とんでもない罰金が課される可能性だってあるんだぞ。五郎様、ここの状況はあなたが一番分かっているはずだ。大根を100本植えても生えてくるのは3本のみ。しかもその3本を合わせても元の1本より小さいんだぞ。食料がなければ薬もない。離島で買うとなればとんでもない税金がかかる。長男が戦死したのは仕方がないが、次男がなぜ死んだかわかるか。病気を治す薬がなかったからだ。二人を表彰してくれたって失われた命はもう戻らない。徳田と正志の怪我や病気だって表彰では治せないだろ。俺が苦労して手に入れたもののおかげで今まで生きながらえてきたんだ。ここでこいつらを捕まえれば幕府にバレずに済む。数ヶ月はしのげるだろう。そして数ヶ月後に新法案が出たら解放してやればいい。その時には全て解決し、誰も金輪際このことに触れずにいれば渡辺島も今のままでいられる。トドロキさん、言いたいことはわかるが、この人たちはそんなこと。いや、旅人ならまだ信じるが、隣の探偵はどうだ。彼は天領奉行の人間だぞ。もういい、好きにしろ。俺はただの大根農民、大将はあなただからな。勘定奉行では渡辺島から産出される希少品を非課税対象にする新しい法案が審議中なんだ。その法案が通れば正規の道筋で必需品を獲得できるようになる。なるほどね。分かったよ。どうしてもっと早く言ってくれなかったんだい。そういうことなら僕ももうちょっとだけここに滞在しようかな。そうだな、法案が通るまではここに住むよ。平蔵さん、それってつまり。小僧、まさかここに残ってくれるのか。もうどいつもこいつも一体何言ってるのさ。僕って見張られてたよね。なのに僕は探偵であるよりも先に美しい景色を楽しむただの観光客だってことに気づかなかったの。新しい法案が通れば両地域の交流も増え、渡辺島にも大勢の人が訪れるようになるだろうね。観光客が押し寄せてくる前に貸し切り状態のこの景色を楽しんでおかなくっちゃ。これは、なるほど。渡辺島の人々を代表して平蔵さんに感謝申し上げます。口だけじゃ感謝にならないと思うな。他に要望があれば気軽に申し付けてくれ。僕はギリギリ幕府の人だけど、旅人は違うでしょ。僕の知る限り彼は近々他の国にも行く予定なんだ。鳴上島に戻るかどうかもわからないんだし、自由を制限する必要はないよね。今日起きたことを知ることのできる人は
他に誰もいないと思うよ。でしょ？また渡辺島にとって彼はこれからもずっと大切な仲間なんだ。そんなことは決してしない。だから安心してくれ。約束だよ。もう僕に嘘をつかないでよね。僕だって怒るんだから。大事なことが故に関係ない人を巻き込みたくないと思っていたんだ。今まで本当のことを言わずにいてすまなかった。でも今日はどうやら俺が間違っていたらしい。平蔵さんと旅人を欺くなんて至難の業だった。物分かりのいい人だね。でも実を言うと、僕の方こそ君とみんなに感謝しなくちゃ。僕に答えを教えてくれてありがとう。僕は探偵だから謎解きが一番好きなんだ。なるほど、そうだったのか。平蔵さんは本当に面白いお方だ。いや、君は分かってないよ。どういうことだ？おう、おいら知ってるぞ。あれだろ、五郎たちの匂いについてだろ。ひひ、もう答えが分かったのか。匂い？いや、毎日綺麗にしているつもりなんだが。ひひひ、その匂いのことじゃないぞ。旅人、こっちに来てくれない？君にもお礼がしたいんだ。すまなかったな。本当のことを言えなくて申し訳ないと思ってる。だがそうせざるを得なかったんだ。三五宮様は今言えるのは、戦争は多くの悪いことをもたらしたが、俺たちを大きく成長させたということだ。だからここみは知っていたのか。どうなんだよ。それは、お前たちは法案を押したのは誰か気にならないか。勘定奉行は得をしないし、手を貸す者がいなけりゃありえないだろう。確かに、なんだか神の救いの手が突然現れたような感じだよな。神か。少し前、鳴神島で姿の彩り祭が開催された時、俺と三五宮様も招待された。その時俺は市場で待っていたが、三五宮様は、その通り、彼女は勘定奉行に行き、あの宮司の八重巫子と会談を行った。名目上は娯楽小説の鑑賞会だったが、その内容は公開されていない。三五宮様は帰ってすぐに貿易や通商の促進策を始め、鳴神島ではすぐに新しい法案を推し進めることになった。それで三五宮様はこのことをご存じないと思うか。いやあ、来たんだね。ほら、渡辺島の景色は綺麗でしょ。肥沃な土地じゃないのに、こんなにも壮大で素晴らしい景色が生み出されるなんて驚きだよね。正直、今回は感謝してるよ。君が来る前の僕は、まるでハエのように当てもなく飛び回っていた。仮にこの人たちが何をしているのか分かったとしても、君がいなくちゃ本当の情報は聞き出せなかっただろう。ただ、帰りは同行するって約束したのに、しばらく帰れなくなっちゃったや。しばらくの間、僕をかばってくれる？別に元から何も望んじゃいないし、ただの旅先での経験だと思っていたんだ。本当に調べたいことは他にあるからね。ああ、君と共に出会ってきた人たち、彼らの言葉すべてが僕を答えに近づけてくれた。そして今ようやく理解できたよ。渡辺島は古くから存在する土地でしょ。肥沃でなく
作物がほとんど育たないのはあれが欠けているからだ。だけどこの土地の人々はより良い生活のために神に反旗を翻した。できないと分かっていてもやる勇気、これもあれが輝く瞬間の一つなんだよ。そしてその欠けている何かっていうのは、五郎大将や轟さん、徳田、正志たちに感じたもの、つまりこの土地の生命力だ。僕は最初この島の欠けているものが蒸発したと言ったけど、それは間違っていた。蒸発して消えたんじゃない、まだちゃんとここにあるんだ。水は火に焼かれると蒸発し、最後には空を抱く。土地が傷を負った時に蒸発した生命力は民を抱くんだ。これが答えだよ。とにかく改めて本当にありがとう。今後もずっと相棒でいてほしいよ。まだ出会って間もないのに僕って欲張りだね。でもそれが無理だってことも分かっているよ。君はまだ旅をしなくちゃいけない。だから僕にできることは、記憶が蒸発しないようにしっかり覚えておくことだね。美しい綿摘島、生命力あふれる人々、そして僕のそばにいてくれる君、これらの素晴らしいものたちをずっと覚えていられますように。大切なものが欠けている。不思議でしょ、島の…おいしいものに綿摘みじゃ…へぇ…確かに綿摘み島は君ほどおちびちゃんを大事にしてないかもね。へん、オイラにはこいつがいれば十分だ。しかも不思議なことに、ここを離れると夢を見なく…夢は神々が差しの…でも僕からすれば僕の勘が教え、それで僕はこのいる…でも残念ながらまだほとんど進展…それはわからない。気にしないで。そうだ、僕の愛…もちろんそれもわかっている。だったら大し…せっかく全部終わっ…はぁ、あ…素晴らしい責任感だ。眩しいよ。それならまずは一緒に奉行所に戻ろうか。綿摘島の件はその後でも遅くないしね。平蔵兄さん、やっと帰ってきたんですね。兄さんが戻ってこないと奉行所のみんなが困ってしまいますよ。僕が帰ってくるたびに上杉は毎回そう言うよね。でも今回は確かになんだか空気がおかしい。僕は嘘をついたりしません。今回は九条様が罪を咎めに来たんですよ。おとなしくしていないと。は？どういうこと？どうしてあの女が来るんだい？鹿の院同心、やっと帰ってきたか。何をやっていた？真面目に答えてもらうぞ。僕はただ事件調査のために出かけていて。お茶を濁そうとするな。奉行所の記録を調べたが一件も引き受けてないじゃないか。本当だって、
個人的に引き受けた事件だったんだ。この二人が証明してくれるよ。旅人にパイモン、なぜここに？平蔵はオイラたちが連れて帰ってきたんだぞ。連れて帰る？どういうことだ？その九条サラ様、実は鹿の院平蔵が見つからなかったため、探偵所の龍二さんにお願いしたのです。しかし間もなく龍二さんから報告が来て、この任務を旅人に引き渡したとのことでしてその後は以前は我々奉行所が失踪事件を解決していたというのに、今や他の者の手を借りねばならんとは。鹿の院同心、お前には驚かされた。それほどでも。将兵と民衆はお互い助け合わないとね。なんだか変なことを調べてたけど、調査してたのは確かだぞ。しかも信士衆と宝刀団に捕まったふりまでしてたんだぜ。お、そうなのか。お前たちが証言した以上、私ももう問わない。そうだ、せっかくお前がここにいるんだ、一つお願いがある。鹿の院同心の臨時観察役として、二度と怠慢を働かぬよう見張っていてくれないか。相応の報酬を用意するよう奉行所に伝えておく。ええ、旅人さんにはきちんとお礼をさせていただきます。平蔵の表情を見ろよ、なんだか嬉しそうだぞ。鹿の院同心、今回は旅人のおかげだと思え。私はそう簡単にごまかされないからな。お前に対する苦情の手紙だ。持ち帰ってどうするかきちんと考えるんだな。二度とこんなものを私の目に触れさせるな。え、苦情が来てたんだ。どうしてだろう。ろくに仕事してないからついに嫌われたんじゃないのか。いや、おかしいですよ。お二人はご存知ないかもしれませんが、さっきは九条サラ様に叱られていたものの、実は平蔵先輩は最も奥の事件を最も迅速に解決する凄腕なんです。先輩の手柄のおかげで昇進した上司だって何人かいますし、平蔵先輩は決して怠けてなんかいませんよ。じゃあきっと問題を起こしたんだろう。とりあえずどんな内容なのか確認しよう。ああそうだ、僕の臨時観察役を引き受けたんだよね。ほら、あそこが事件の書類を置く机だよ。先に対処が必要な事件を洗い出してくれる？もちろんそうだけど、その前に何のことか本当のことかどうかを確認しないとね。だから書類の方をお願いするよ。おかしいですね。平蔵先輩まで苦情を受けるなんて、同心ってやりづらいですよ。これは面白い。鹿の院同心が苦情を受ける日が来るなんて。またあいつじゃないよな。そんな変な名前の犬がいるのかよ。詐欺防止劇場ってなんだ？なんだか面白そうだな。
書類はもう読めたよね。何か気になるものはあった？おや、こんなに早く承認が降りたのかい？九条かまじが天領奉行を継いでから随分と効率が良くなったな。ところで鹿の院の詐欺防止劇場って一体何なんだ？詐欺防止活動だよ。人を雇って詐欺が題材の気軽に見られるお芝居を披露してもらい、人々に注意喚起するんだ。芝居？おいら好きだぞ。詐欺は僕にとって大きな事件なんだよ。世界中を旅する君はお金に困った経験があまりないでしょ。でも本当に貧しい人たちにとってはお金をむしり取られるのは命を奪われるも同然なんだ。放っておくともっとひどい状況に発展する可能性もある。なるほど。でも芝居形式って本当にためになるのか？確かに犯罪を未然に防ぐことは発見するよりも難しい。でも犯罪防止は真相解明よりもやりがいのあることなんだ。多くの人が宣伝活動を見に来ると思うけど、実際に詐欺と出会う人はきっと少ない。詐欺師に遭遇しその手口を見抜くことができる人はもっと少ないだろうね。結局一人しかいなかったりして。でも僕の活動で詐欺を回避できる人が一人でも増えれば、その人のためだけにでもやる価値はあるんだ。じゃあオイラたちに任せろ。今日のオイラたちは詐欺防止使者、正義の味方だ。とりあえず役者が3人必要だ。詐欺師役が2人に被害者役が1人。詐欺師の2人はもう決まっているから、まずは一緒に鳴神大社に行こう。それ。役者として雇いたいんじゃないか？あいつは演技が上手いからな。君はどう思う？役割。いらっしゃったのですか？姉さん、用事がないと会いに来ちゃダメかな。あなたの悪巧みならお見通しですよ。旅人さんが宮司様を探しているわけでないなら、あなた越さんを探しているのね。さすが姉さんだ。呼んでくるから待っていてちょうだい。巫女じゃないのか、がっかり。そりゃ僕ごときがあのお方を雇えるわけないだろ。次回は旅人が誘ってみろよ。こいつの誘いならいけるかも。平蔵さん、あなたでしたか。ひどいですよ。もうずっと会いに来てくれていませんよね。義務労働の調子はどうだい？牢屋入りよりはマシだよね。ええ、私はうっかり詐欺事件に巻き込まれたために平蔵さんに捕まって牢屋に送られたんです。僕が捕まえたんじゃないよ。あら平蔵さん、ご自分のやったことを否定されるんですか？もう心が真冬の氷のように冷たくなってしまったのね。平蔵さんが証拠と所在を提供しなかったら同心なんかには捕まらなかったのに。平蔵さんに比べれば彼らなんて相手にする価値もありませんわ。じゃあお前は神社で何してるんだ？義務労働に決まっているでしょ。平蔵さんにあれだけ情報を提供したんですから、当然原型のお手伝いもしていただかないと。でも結局は何も変わりませんね。
やっと牢獄を出たというのに、葉っぱを吐いたり床を拭いたり、やっぱり労働しないといけない。もう私の手は繊細なのに。平蔵さんは本当に嘘つきですわ。君が事件解決に貢献したから義務労働に移してあげたんだよ。もし嫌なら牢屋に戻してあげてもいいけど、どうする？もう平蔵さんたら、私の尻尾をちゃんと掴んでいらっしゃるんだから。まあそれはさておき、この前詐欺防止の活動について話しただろ。明日は君をゲストとして招きたいんだ。ざっと計算すると1回で5日分の労働を帳消しにできる。悪くないだろ。5日ごときじゃ足りませんわ。じゃあ5日がダメなら4日ね。1日減っているではありませんか、平蔵さん。3日。行きます、行きますから。もうこれ以上人の心を傷つけないでください。そういえばこちらの方もゲストなのですか。今日の平蔵さんは道理で私に冷たいわけね。新しいお供がいるなんて。みずみずしい小顔、とっても綺麗。思わず見とれてしまいます。エツさん、もしまた僕の友達にちょっかいでも出したら、今後の義務労働をより充実させてあげるよ。冗談抜きでね。あら、すみません、私この方が平蔵さんのお友達とは知らなかったものですから。今わかったのなら遅くない。さ、準備しといて。活動の場所と時間を送るから、くれぐれも遅刻しないでよね。僕たちはそろそろもう一人に会いに行こう。城内にいるはずだ。イバじいさん、元気にしてた？いや、平蔵じゃないか。お前のおかげでわしはもっと長生きできそうだ。またそんなこと言って。なんじゃ、今日来たのもおそらくいいことなんかじゃないだろ。さすが、歳をとっても頭の回転は健在だね。前回話した詐欺防止活動について考えてくれた？他のことなら喜んで手を貸すが、今回はダメだ。わしはもう71だぞ。そんな活動なんかで恥をさらしたくはないよ。いい給料なのに本当に行かなくていいの？孫の和美ちゃんは鎖国令廃止を機に旅行に行きたいと言ってるらしいね。今回の報酬をもらえればより思う存分楽しめるだろうにな。お前は情報通だな。当時はあんなにでかい罰金を払ったが、いくらこのジジイでも孫の旅行代ぐらい払えるわ。お前は平蔵の同僚だな。まさかわしの話を聞いたことがないのか。イバじいさんは当時稲妻でもかなり有名で、彼のイバ商会は今のバンコク商会と同じ、もしくはそれ以上の規模だったんだよ。やめてくれ。わしが調子に乗ってあの異国の商人の後について間違った道を選んでなければ、詐欺師などという罪名を得ることもなかった。幸い平蔵は年寄りや子供を大切にしてくれる。このわしのために国外換金を申請してくれた。そうでなければおそらく一生太陽を拝むことはできなかったじゃろうな。平蔵がそんなによくしてくれたんだから、お前も少しはお返ししてやれよ。こいつが善意でやったとでも思うのか。わしを外に置いた方が都合が良かっただけじゃ。新人のなら平蔵に聞いてみろ。これまで何度わしから情報を得たか。じいさん、そういう言い方はないでしょ。とにかくその活動とやらには残念だが力になれ。それは困るよ。みんなに詐欺防止の普及をする活動にじいさんが登場するってもうかずみちゃんに教えちゃったもん。みんなのためになるいいことだから見に来るって言ってたのに。どうしよう、かずみちゃんにはどう説明したらいいかな。
じいさんが急に恥ずかしくなって登場する勇気がなくなったとか、当時の犯罪について全く反省していないって思われちゃうかもしれないね。困ったな。お前なぜまずわしに言わない。じいさんが引き受けてくれないなんて思ってなかったんだもん。お前ってやつはずる賢いところは親父にじゃな。引き受けてくれるんだ。そうするしかないじゃろ。こんな年寄りを相手によくも世知辛い世の中になったものじゃ。それならちょうどじいさんが世の中を良くする番だよ。じゃあ後で開催時間と場所を送るから忘れないで準備しておいてね。わかったわかった。さて残るは被害者役を一人探すだけだ。賢すぎちゃいけないんだ。一目で手口を見抜いてしまうと芝居が成り立たなくなるからね。賢くないやつって一人しか思いつかないぞ。ああ彼なら知ってるよ。奉行所で何度か見かけたけどあまり話したことはないな。彼がどこにいるか知ってるのかい？おいら奉行所で花見坂の金星魔王って書類を見たぞ。あいつに違いない。きっと花見坂にいる。じゃあとりあえず花見坂付近を探してみようか。そうだ、相手は彼だから必ず参加を決めてもらえるようちょっと準備するよ。君たちは先に行っといて。あの平蔵って子は相当手強いぞ。おや、お前たちはわしの過去のことについて知りたいのか。大した話じゃないがな、あの時は平蔵が調査していると聞いてもうダメだと諦めて全て吐いたのじゃ。何しろ相手はあの嵐だからの。平蔵の別名じゃ。聞いたことがないのか。牢屋の囚人たちは皆そう呼ぶ。逃げるのも隠れるのも不可能。犯罪者にとって平蔵は嵐のような災害なんじゃ。はあ、こんな結果になると知っていればあの時は。どうだ小僧、この金星魔王の実力は大したもんだろう。お前の鬼カブトムシは遠慮なくもらうぞ。イット、こんなところで何やってるんだ。おお、パイモン、そして兄弟、たまげたぜ。何しに来たんだ。はなわけねえだろ。俺様はこいつらのオニカブトムシを預かってるだけだぜ。強くなってまた取り返しに来ればいいだけだ。負けちゃったけどいつかは勝つから。おう、骨のあるガキだな。次回もよろしくね。もうまったく。ん？詐欺対策？兄弟よ、それがなんだか知らねえが、お前が招待してくれるってんなら喜んで参加するぜ。だがちょうど明日の夜はオニカブトムシの大乱闘に参加する予定なんだ。優勝者は全てのオニカブトムシがもらえるんだぜ。見ての通り俺様の金星魔王は紛れもない優勝候補だから。折りが悪かったな。そのオニカブトムシが一斉にかかってきたとしても僕のこの一匹に勝てるかな。この写真を見てよ。なんだこいつは。なんでこんなにでけえんだ。この悪鬼みたいな模様、刀のような角、これが伝説の大王オニカブトムシなのか。これは活動に参加してくれる人へのささやかな感謝の気持ちだよ。もし参加してくれるなら仕事が終わってからこれを君にあげる。
本当か？こりゃ行くしかねえだろう。ちょっと待った。お前、なんか見覚えがあるな。誰だ？それよりも、あんなでっかいオニカブトムシが本当にいるのか？嘘ついてねえよな。もしかして、お前も明日の夜、オニカブトムシ大乱闘に参加する選手なんか？こないだ、俺様に負けたから、優勝候補である俺様の金星魔王が参加しないように騙して、オニカブトムシを全部勝ち去ろうっていう戦略か。俺様の言う通りなんだろう。お前のその計画、全部お見通しだぜ。分かってないね。考えても見てよ。君の金星魔王が出場しないんだったら、僕が残りの小物に勝っても意味ないでしょ。確かに、そうかもな。いや、すげえ理にかなってるぜ。この俺様すら思いつかなかった。すまなかった。俺様は誤解しちまってた。ね、本当にこの人大丈夫なの？こいつで間違いない。ほら、お前が嘘をついていないかすぐに疑ってきただろ。じゃあ自己紹介させて。僕は鹿の院平蔵。君とは奉行所で何回か会ったことがあるよ。ん？おお、思い出したぜ。道理で見覚えがあると思った。お前は前回他人のオニカブトムシを奪って入ってきたやつだな。平蔵のあんちゃんよ、ちゃんとあいつに謝ったのか？男として勝ち負けは別として、ぼったくるマネなんざしちゃいけねえ。いいっと、こいつは奉行所で働いてるんだ。牢の中の人じゃない。はあ、記憶が乱れちまったようだ。お前を忘れるだなんて。今度こそ本当に思い出したぞ。お前は奉行所でスミレ売りを売ってたやつだな。スミレ売りを売ってた？そんなわけないだろう。いや、違いないぜ。牢屋の中で腹ペコになってたところ、このあんちゃんがただでスミレ売りをくれたんだ。本当にいいやつだぜ。確かにスミレ売りを送ったことがあるけど、それは久喜忍さんから頼まれたことで。なんだと？まさか忍が。平蔵なんちゃん、まさか本当にスミレ売り屋さんじゃなかったのか。まあそんなことはもういいよ。大事なのは僕が明日の活動の主催者ってことだ。もし活動に参加してくれたら、この写真のオニカブトムシを君にあげる。どうだい？いいと、乗ったぜ。ただその前にその写真をもう一度見せてくんねえか。一目でいい。活動が終わったら好きなだけ見ていいよ。決まりだ。そんくらいの時間なら我慢できるぜ。平蔵なんちゃんよ、俺の方でなんか準備する必要あるか？参加を決めた以上は適当に仕事するわけにはいかねえ。その活動とやら、俺様は責任を持って一仕事するぜ。なんだよ、その天から降ってきたかのような責任感は。明日の活動についてだけど、君には他の二人と一緒に詐欺防止に関する芝居をしてもらう。君は平常心でいればいいよ。手元にちょっとした台本があるから、まずは。台本？平蔵のあんちゃんは俺ら新たぎ屋の舞台を見たことがねえんだな。安心しな、新たぎ屋の芝居にそんなもんは必要ない。待ってろよ、そのオニカブトムシに見合う演技を披露してやるぜ。台本もいらないのかい？それは楽しみだ。じゃあ明日の夜会場で会おう。ああ、また会おう。兄弟たちにも見に来るように言っておくぜ。Thank you.
くすべきだろうか。早く。もうそろそろだ。みんな準備できた？始まるよ。もう待ちくたびれましたわ、平蔵さん。はよ始めてくれ。大王鬼カブトムシ、おとなしく俺様の凱旋を待っていろよ。さあ始まりますよ。芝居で学ぶ詐欺にご用心、鹿の院の詐欺防止劇場へようこそ。司会の平蔵です。今日はこの機会に詐欺について少しお話しさせていただきますね。詐欺防止のために経験豊富なゲストをお招きして、詐欺対策のちょっとした芝居を披露します。拍手でお迎えしましょう。エツさん、イバジーさん、荒滝イット。では早速芝居の始まりです。うららかに晴れたある日のこと、エツさんが年老いたイバジーさんを連れて事件の報告をしに奉行所へやってきました。慌てたエツさんを熱心に出迎えてくれたのは荒滝同心です。荒滝同心、助けてください。祖父がうっかり騙されてしまったんです。荒滝同心、俺のことか。台本を読んでいないせいか、荒滝同心は少し戸惑った様子で、あの有名なセリフを吐きました。俺は誰だと。あなたは荒滝同心、同心様なのですよ。そうか、俺は同心役なんだな。分かったぜ、問題ない。姉ちゃんよ、誰がじいさんを騙したんだ。俺ら奉行所はお前のために正義を貫くぜ。わかりません。気づいた時はすでにお金を持ち去られ、小さな紙切れだけが残されていました。荒滝同心は事態が単純でないことを悟り、顔をしかめながら相手の持ってきた紙切れを手に取って読み始めました。私は内田将軍です。南十字戦隊に誘拐されてしまい、20万マラの身代金が必要です。今すぐ荒島北方の海辺に用意してください。私が自由の身になれば、あなたを天領奉行の大将に任命します。将軍様じゃぞ、危ない目に遭わせちゃいかんだろうが。ああ、だがこんなもん一目で詐欺だとわかるだろう。20万もらって雷神の価値がこれっぽっちなわけないぜ。せめて30万もらったかだったら信用できたが。私も嘘だと思いますが、祖父はもうお金を渡してしまいました。じゃあ早く取り戻してこいよ、まだ間に合うか。取り戻しに行こうとしていた矢先に、祖父のところにまた紙切れが届いて。荒滝同心はそれを手に取って読みました。私はひなです。写真集の出版のために資金調達をしております。緊急で30万もら必要なので、ぜひ応援してください。ご送金いただいた方には限定のサイン入り本をプレゼントします。ひなさんか、一大事じゃ。ひなさんを困らせるわけにはいかない。そうだぜ。なあじいさんよ、30万もらで足りるか。足りなかったら俺も少し出すぞ。俺様も写真集が欲しい。いや、ひなさんの力になりたい。これは詐欺ですよ、荒滝同心、しっかりしてください。そうだ、ひなさんがもし金に困ってるのなら、真っ先に俺のことを思い出すはず。俺様はひなさんの大ファンだっていうのに、なんでこんなじいさんに。助けを求める相手は俺様だろ。しくしょう。それから祖父は送金して間もなくまた紙切れを受け取ったんです。荒滝同心は紙切れを取って大声で読んだ。俺は荒滝一斗だ。最近はめられて投獄されちまって、50万マラの保釈金が必要になった。助けてくれ。
出られたら新たき派全員を連れてお前の家までお礼に行くぜ。そいつも詐欺師じゃろ。50万もらも請求するとは、そんなやつは聞いたこともないわい。おい、これは詐欺に決まってるだろ。新たき一党はこの俺様だぞ。あなたが新たき一党ですが、名札が新たき同心が越さんの目線を追い、胸にある名札を見るとそこにははっきり新たき半都と書かれていました。うん、なんだこのくだり。俺様は俺様じゃなかったのか。でしたらこの保釈金。いや、俺様はそんなことは。いや、この新たき一党が何の罪もない人間に保釈金を要求することはなんざ絶対にね。これを書いた奴は詐欺師だ。早く捕まえに。しかし新たき同心が義憤に駆られたその時、越さんの泣き声が彼の注意を引きました。越さん、俺が必ず犯人を捕まえてみせるから安心しな。犯人が捕まったとしても騙し取られたお金は取り戻せないかもしれません。祖父のオニカブトムシはどうなってしまうのでしょう。オニカブトムシ、それがどうかしたか。祖父は村では有名なオニカブトムシの養殖屋なんです。祖父の育てたオニカブトムシは大きくて強いので、買いに来る人がとても多くて、最近は大きな受注があったのですが、養殖場の広さが足りなかったので広げようと思っていた矢先にお金が取られてしまって。契約書は締結済みですし、納期に間に合わなければ祖父は多額の賠償金を支払わなければなりません。私たちはどうすればいいのでしょう。これが泣き面に蜂ってやつか。孫よ、心配するな。俺は先祖代々の家を売ってでもこの穴を埋めてみせるぞ。そしたらどこに住むんですか。新たき同心様、どうか助けてください。必要なのは奪われた50万もらなんです。貸していただくのでも構いません。祖父の商売は順調です。お金を出してくれるなら今回を乗り切れさえすれば私は喜んで。そんなこと言うな。俺様は公職についてるんだぞ。そんな人の足元を見ることはしねえ。私は喜んでオニカブトムシ養殖基地の所有権を一部お譲りします。そんなことかよ。別に魅力的でもねえが。ん？オニカブトムシの養殖基地か。何匹ぐらいいんだ。ま、100匹超えるぐらいいりゃ。1万匹じゃ。なんだ、1万匹だと。そんな数見たことも聞いたこともないぜ。どうか助けてください。なんとかしてくださったらオニカブトムシ1万匹を差し上げます。オニカブトムシ1万匹飼っておけば幼虫を産んで、そんでその幼虫がさらに幼虫を産む。新たき同心は突然襲いかかってきた幸福に包まれ、桃色の微笑みを浮かべました。彼の選択はいかに。エツさんよ、俺様は決めたぜ。その事件解決してやるよ。だが1万匹は多すぎるな。1000匹、いや500匹で十分だぜ。天領奉行の同心として困ってる奴を助けるのが俺様の役割だ。こんな時にうまい汁を吸うわけにはいかねえ。新たき様、あなたは素晴らしいお方です。威厳があってかっこよく、並々ならぬ正義感、他の人とは全く違います。そんなの当たり前だろうが。さて、解決すべきことは残り一つのみだ。他にどうかされましたか。問題は俺様の金がどこにあるかだ。平蔵のあんちゃんよ、
芝居の中の俺様の給料はどんな感じだ？告げる家業とかはないのか？要するに50万もらって払えるのかよ。新たき同心は少女に懇願されながらも必死で冷静さを保ちました。そしてあの有名なセリフを吐きました。俺の金はどこだと。そして突然小袋から今日支給されたばかりの給料の小切手を取り出すと、そこに書かれていた金額はまさに50万モラでした。おお、たまげた。俺様の運が良かったのか。まさに神の引きだぜ。今日が俺の給料日だったとはな。エツさん、この50万モラを受け取ってくれ。本当にありがとうございます。新滝様、どうされました？状況にかすかな変化があったのは、新滝が小切手を渡そうとしたその瞬間でした。なんと彼は小切手の片方を2本の指で強く挟んでいたのです。手を離していれば小切手はエツさんの元へ行っていたでしょう。しかし彼は手放さなかったのです。新滝様、話してください。待てよ、なんだか妙だぞ。新滝同心は迷っているようです。何を疑っているのでしょう。果たして彼は肝心なところに気づくことができるのでしょうか。おい、エツさんよ、これって詐欺防止のための芝居なんだよな。え？新滝同心の直感がきらめきました。詐欺防止ってんなら一つ質問がある。彼はあの有名な質問をしようとしているのでしょうか。つまりだな。来ますよ、皆さん、とくとご覧あれ。おお、同心の給料ってそんなに高いもんなのか。50万もらもあれば雷神を救えて、ひなさんの写真集も出版できる。そんなこと全部同心の給料でできることなのかよ。おかしいぜ。おい兄弟よ、俺様はもしかして騙されてんのか。場外に質問するなんて反則だぞ。平蔵、そうだよな。これはまさに直感のきらめきです。彼の直感はまだ諦めてはいない。直感で自らを救おうとしているのです。旅人、この泥沼にはまったかわいそうな人を助けるかい？心の声を聞くか。そうだよな、同心の給料が50万もらあるなんてありえないもんな。かわいそうな被害者であるエツさんとイバじいさんは同心の俺様のところに助けを求めてきたが、俺様は明らかに不合理な50万もらを出してきた。残る可能性は一つ、この50万もらの小切手は偽物だ。詐欺師はこの俺様だったのか。この50万もらの偽小切手を使って、俺様は危うく2人の鬼かぶと虫1万匹を騙し取るところだった。くそ、なんて意地の悪い流れなんだ。主人公こそが真犯人だったとは。エツさん、こんな偽物の小切手は渡せねえ。本物の50万もらを手に入れられるように頑張るから安心してくれ。結局自分の心の声に耳を澄ませた新滝同心は意外な形で詐欺に騙される結末を免れることになります。しかし残念、彼は肝心な問題を見逃しています。果たして天から鬼カブトムシは降ってくるものでしょうか。皆さん、空から鬼カブトムシが降ってくることはありますか？モラが降ってくることはあるでしょうか？それともそのようなことはありえませんか？鹿の院の詐欺防止劇場をご観覧いただきありがとうございました。ちょっとした利益を貪ることなく冷静に判断すれば騙されることはありません。それではまた次回お会いしましょう。
待てよ。平蔵なんじゃん。さっきの、詐欺られるのを免れたってどういう意味だ？俺が詐欺師じゃなかったのか？台本をよく読んでないのが悪いんだぞ。詐欺師はエツとイバ。お前は騙される方だ。な、この俺様が騙されただと？くそ！そんな事実受け止められねえ。でも結果的にはお金を守れたし、詐欺師も思惑通りにはいかなかったじゃない。それは単に運が良かっただけだ。結局俺様は騙されたんだ。別に初めて騙されたわけでもないだろう。今回はあんなに卑劣な手口に引っかかったんだぞ。打撃が半端ないぜ。その手口が未だに使われているのには理由がある。軽蔑していると損するよ。だがそんな安っぽい手口で騙されてたらどうやって兄弟たちを守るんだよ。ほら、もう自分を責めるのはやめなよ。そういえば今日は僕ですら騙されたんだよ。これで少しは気が楽になった？平蔵のあんちゃんも騙された？ありえないぜ。そんなことをでっち上げてまで俺を慰めなくてもいいんだぜ。本当だよ。僕が事前に用意した報酬を見てみてよ。こいつなんか動かねえぞ。そうなんだ。お恥ずかしいことにこれはただの作り物だったんだよね。はあ？作り物って偽物？そう、僕のせいなんだ。売り手の広告詐欺に気づかなかった。道端の鬼カブトムシ屋さんに騙されるなんて僕は本当にバカだよ。お前本当に騙されたのか？そうか。欲しかった鬼カブトムシは手に入らなかったが、平蔵なんちゃんも騙されたと知ってなぜか急に気分が良くなってきたぜ。俺様の知恵は平蔵のあんちゃんに匹敵するってことか。思っていたよりバカじゃなかったみてえだな。兄弟よ、今や俺たち3人の中で騙されていないのはお前だけになったぜ。だがそれは俺たちがバカってよりも詐欺師が狡猾すぎたんだ。お前も油断するなよ。俺様と平蔵なんちゃんが騙され共に成長できた証としてこの作り物をお前にやる。今後はこれを見て今日の詐欺師がいかに狡猾だったか思い出してくれ。気を抜かず絶対詐欺なんかに会わないようにしろよな。絶対に騙されないようにね。貴族たちの古いしきたりなんて。聞き流してちょうだい。いつか私みたいに何百